えー、こんにちは。即果塾の久保です。あの、一攫千金は、私はね、存在すると思うんですよ。ただ、狙ってできるものではないので、一攫千金を探しに行っては、あダメかなと思うんですよね。えー、一攫千金がどういうものがあられるかっていうと、どういう時にあられるかっていうと、まあね、これ、花梨恵子さんが、地味なことを乗りよくやれって書いてましたけどもいや、まさにね、地味なことをやってる中で、花開くものがあるんですよ。 あの例えて言うと、まあ、農業をしていてねこう地味に毎日ね大事に大事にこういろんな種類の草花を育てながら植物を育てながら果物を育てながらやっていくとその中でねいろんな種類の作物が育つ中である時別の地区でね干ばつなり事故が起きたりとかしてなんかそのトレンドが傾く時ってのがあるわけなんですよ。 例えば向こうの方でコーヒー豆が全滅しましたみたいなね。そんなトラブルがあった時に、たまたま自分がコーヒー豆をいつものように毎年のように育てていたら、それに高値がついちゃったみたいな感覚ですかね。それからいろんな作物を育てていると、なんか見慣れないね、花が咲いたと、なんだこれはと思ったら、実はすごく珍しいね、花で、それはなかなか咲かないもんだと。で、たまたま咲いちゃったんで、それに、 ニーズがものすごく高まっちゃって高値で取引されるみたいなことだと思うんですよでここで何が言いたいかというと広く浅く目線を持っていってその中で当たってきたものに特化するということなんじゃないかなと思うんですよで私の場合はそれを一番最初からアフィリエイトをやっていってアフィリエイトに付随する情報収集をやっていく中でねアフィリエイトがブレイクしたんでアフィリエイトに特化したっていう流れがすぐに来たんで 広く浅草をやる暇がなかったんですけどもねただ私なりに広く浅くをやる中で今振り返って思えるのはまあアフィリエイトをやりましたそしてアフィリエイトを構築するためのサイトブログ運営をやりましたそのブログを拡散するためにツイッターをやりましたでそういった模様を記録するための YouTube で拡散するためのメルマガ会員情報をそこに集約するためのねそういった形でどんどん広げていったんですよ そうすると、一番ブレイクしたのは YouTube だったって感じですかね。だから未だに YouTube が続いてると。しかも、今紹介したあらゆるメディアっていうのはどっちかっていうと安定期に入っちゃったんですけども、YouTube はね、スクラップビルドを繰り返してますます進化してるんですよ。それこそ規約が厳しくなったー。視聴者さんが増えた。で、芸能人の参入があった。いろんなね、切り抜きみたいな概念ができてきた。っていう感じで、YouTube はまだまだね、 去年年とととかかかかに考えられななったたたよような利用用方方法法がが出出てきたりとかしててききりり活しるんですよ、ね、ですんででですすね例えばブログの進化ってあんまりないと思うんですよブログが進化しましたみたいなねなかなかないとホームページが進化しましたってあんまりないと思うんですよ YouTube は明らかにこの1年だけでも進化しましたよねそしてそれに合わせて規制もできてきたそういうふうにまああのー、一攫千金を狙って で当てることはできないけどもいろいろやっているとこれはもしかしたらブレイクしてるんじゃないかなっていうところに特化することができますこれはまあ FX とかと一緒ですねあの FX や投資もあのー、広く浅くやるんですよね毎日だからコツコツになっちゃうんですよその中でトレンドが来たと思ったらそこに極端に傾けていくって感じです、まあ、あの花柳涼子さんね18ピップス取ったって本当おめでとうございますなんですけども まあ18ピップスというかね、私がね、あの、例えば100ピップス取るときってあるわけですよ。その100ピップスはどうやって取るかっていうと、トレンドが来たかなと思ったら、プラスでポジションを加えていくんですよね。ロットを増やしながらポジションを加えていくことで、リスクを減らしながら最大限のリターンを狙っていくっていう手法を取ってるんですけども、まあ、ポジション1個じゃないんですよ。ポジションは基本的に1個なんですけども、そこが当たりでしたら、そこに追い打ちポジション、ボン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 打っていって、 え、同時に五つか十個のね、ポジションを動かしたすするんですよね。まあ、そうすると、同じ移動ピップスは三十なんだけども。トータルで百数十取れたよねってことになるんですよね。まあ、それとちょっと似てるのかなと思いますよね、うん。まあ、そういうふうにね、一攫千金はあるんだけども、一攫千金の構築方法っていうのは。未だありませんし、そういう意味で言うと、一攫千金を狙いに行ったら、迷い道に入って。 砂漠ででってことになりますんで私は一攫千金はあるんだけども狙いに行くもんじゃなくってそれは振り返ったら当たっていたねってことなんですよ私がアフィリエイトで1億円以上稼いだことも振り返ってみたらアフィリエイト一生懸命やってきたなみたいな感じで狙ったわけじゃないんだけどなみたいなね体のが上場して爆撃を生んだのもあれも狙ったわけじゃなくてたまたまその時に整列にしてく来てくれた人の暗号通貨を買ってみたっていうことなんですよねうん、まあ、全てはそういった 特にカルダノは、当時ね、ウォレットとか、取引所とかのアカウント作る必要がなくって、申し込み用紙にサインをして、で、送付すると、バウチャーが送られてくる。要するに、チケットが送られてくるんですよ。それを上場した後に入れ込んでくださいって形だったんで、テクノロジーが後だったんですよね。超アナログで募集だったんで、あのまあ、 取り組みやすかかったたなと思いましね当時イーサリアムのセールス受けてても多分買わなかったと思うんですよなんかウォレットとかアプリとかよくわかんねえよみたいな感じでね、まあ、そのぐらいのことだったですよねでもそこで私はうん少なくともその情報業界 MLM 業界にたくさんのつながりを持ったってことであと自分自身のねたくさん力もあったんでじゃあ久保さんに知らせておけば このエイダの情報をいっぱいね、即下塾の中で知らせてくれるかなっていう目論みがあったんですよでで、即下塾の講義の中で、暗号通貨の体のってあるんですよっていうのを説明して説明会に動員すると。何十人も呼びました、そこへ。ですから、私の即下塾の塾生さんの中で、億万長者が、まあね、10人以上生まれているというね。ねえ、その当事者から連絡ないですけどもね。ニヤニヤしてるでしょ、今頃。まあ、おめでとうございます。まあ、即下塾だよね。 何十億もトータルで稼がしたかなっていうところがありますんでまあもちろんね稼げなかった人もいると思うんですけどね、うん、まあ稼げる確率打数は上がってきたのかなというところが速化塾かなと思いましたねまあ冠を討体の枝だ本当にすごいなと思いましたねそれじゃいってらっしゃい